第3ゲームは赤嶺さん、なんと 6-6 からです。サーブあっという間に終わってしまいますね。はい、これは、まあ、野島 T リーグの一つの工夫で、ファイナルゲーム見ている方をトータルで、ラボールあまりにも長い時間ね、はい、普通にならないようにと、そうなんですよね、いう配慮です。お客様に楽しんでもらいたいということですよね、はい、ギャンブルのような第3ゲームです。 6-6 から。この第3ゲームはジュースがあります。取りました前田。どうでしょう、勢い的には2勝ですか。そうですね、やはりあの第2ゲームの中盤から日本生命 の2人がよく積極的に攻めてますよね。その流れが今も来ているという感じですね。今都合6連続ポイント連取です。7連続ポイント連取です。都合です。第2ゲームから7ポイント連取、8-6。現状は赤いユニフォームの日生が逆襲に転じて圧倒的にリード。チキータ、いや素晴らしいですね。3連続ポイント連取で9-6です。いや赤江選手の調子が急激に上がってますね。わかりましたね、恐るべき15歳ですね。いや10-6から調子が上がるんですね。すごいですね。はい、今のも非常にネットすれすれの次元の高いラリーじゃないですか、岡宮さん。はい、今のはネットも、まあ、ボールも低いですし回転もかかってますし、いや難しいボールでしたね。はい、赤井のサーブ、15歳チキータ入った。ペン7ラッキーなポイント前田。前田選手ついてますね。はい、第1マッチダブルス逆襲に転じた日生がマッチポイント。さすが香港ペア、もう今取ったからというラリーを逆襲で制しました。う、ね、はい、もう今綱渡りしましたね。ちょっと今怖かったですね。はい、アウト。今度日本ペイントが逆襲に転じてきました。いやまだわからないですね。いい試合ですね。笑顔ですよ赤井は。いいですね、恐ろしいですね。入りました、取りました。この第3ゲームは前田のネットでのボールが2本ありました。フレッシュなペア、特に若干15歳の赤江が推進力になって前田がまとめる日生ペアが第1マッチを逆転で取りました。今ようやく深呼吸しました。そうですね、はい、やっと前田選手に笑顔が出ましたね。はい、また前田も本当ににこやかにね、赤江を引っ張ってくれて。そうですね、やはり緊張している中で先輩が優しくしてくれるというのは、はい、後輩としてはやりやすいので、はい、まあ、いい関係性でペアを組めているなという印象ですね。はい、ここですよね。ここ若宮さんが褒めたのは、はい、もうフォアで散々ミスをネットに引っ掛けたらアウトになってた部分もね、はい、いいところで2本。第1マッチ前田と赤江ペアと香港ペアのリホチンミニーのペアです。第1ゲームは日本の選手たちがやはりペアとしての成熟度が高いプレーを見せてくれたんですけれども、はい、第2ゲーム以降は前田選手と赤江選手の思い切りの良さが出ましたよね。はい、そうですね。で、あの特に赤宮さんが褒めたのが、赤江がミスミスしていたフォアで取り返せたことが多かったですね。はい、そうですね、あの思い切りは素晴らしかったですね。はい。